まず結果ということで見てみましょうね。えっ、ー、と、コントロールで、えー、ここに線が出るこれ、IgM の方の結果。これはマイナス、IgG もマイナスというのは、えー、非感染性の状態、感染してませんよということで、もしくは抗体はできていない。で、えっ、ー、と、次。 ここ行きますかね、えー、IgM がマイナスマイナスですねで IgG がプラスこちらに出ているというこれは、えー、人に感染させる能力があるんですよということですねで、えー、あか人に感染させる可能性は低いということですね M がマイナス M というのは、えー、前回のビデオで申し上げましたけれどもあの一番最初に抗体ができるのが IgM なんで、えー、最近の、えー、IgG はできているけれども古いのはないという状況が、えー、人間に感染させる可能性は低い。で過去に感染した可能性が あるまあもうすでに新しい IgM の抗体はプラスだけど過去のまあもう消えているってことだから古いんですよということを言いたいわけですね。で、えー、IgM がプラスで IgG がマイナスが古いのはでき古いっていうか先にできている IgM はうんプラスだからま,まだできつつあるってことですね。 で IgG はこれからできてくるわけなので、えー、感染の可能性、えー、感染能力の可能性があるということが否定はできない抗体検査というのはこれで、えー、まああのーえー、感染する能力があるないというのを判定するわけじゃなくてここが重要ですね否定はできないというそういう言い方で 対応しましまょうで RGG もプラス RGGM もプラスプラス RGG もプラスっていうのが、えー、こういう状態ですねで感染性の可能性は低いまあどっちももう抗体ができてますよ古い方も新しい方もできてますよで二次感染の可能性は低いという状態なので、えー、抗体ができているっていうのは一番 安心はできる状況なのかもしれません、まあこちらもあの感染の、えー、非感染性状態なので、えー、感染は今までも捨てないですよっていうこととまあさら、えー、されてもウイルスにさらされても、えー、抗体ができていない状態なのでワクチン打たないといけないよっていうことになるのかもしれませんけど。 これに関してはまたちょっと、えー、詳しく申します。ちょっとこれは前回の補足で、えー、今日は出しました。